はい、できました。今日のあっちゃんちの晩御飯は糸よりの湯引きと糸よりの、ワイン蒸しで、豚汁、豚汁はハマチの出汁で取った、ハマチのあら汁の豚汁で、塩オリーブオイルトマト、これで食べたいと思います。はい、ではいただきます。糸よりはね、あれでいこうかなと思って、醤油かポン、ポン酢、ポン酢、口はポン酢でいく、ポン酢と醤油とどっちが美味しいか食べ比べてみたいと思います。で、すだちをさらに絞って、よし、じゃあいただきます。いや、疲れた。糸よりの、ワイン蒸し、お、美味しい、ふわふわ、糸よりの湯引きが、まずどっち行こうかな、醤油で行こうか。いただきます。美味しいな。身がね、ほんまタイに近い。やっぱり糸よりだいっていうだけのことあって、タイに近くて、すごいやっこいの身が。タイみたいにプリプリじゃないのね。甘みがあるの。うまくて美味しい。美味しいな、このお刺身。糸よりちょっと高いだけのこと。これ今回安かったけど、ちょっとでかったらね、1尾700円とか1000円とかすんねん、日によってね。今旬じゃないのかもわからへんけどね。豚汁おかわりやんで、これチンゲン菜、これがね、ワイン蒸しのチンゲン菜、絶対美味しいと思うね。絶対に美味しいと思うわ。絶対美味しいかもしれない、美味しいかもわからへん、いただきます。ツッコミは取ってんけど、うわ、チンゲン菜めっちゃ美味しい。食べてみ、びっくり。チンゲン菜が一番美味しいから。前だけもあんねん。ワイン蒸しにしたるからな。玉ねぎとかも美味しいね。多分玉ねぎそろ食べられるわ。甘くって美味しいよ。お野菜なら別に玉ねぎとかもやしでもいいし、何でもいいね。で、ワインに浸して、その上に具材乗せて蒸すんだけどね。これはね、お肉でもいいと思う。お肉の方は皮に蒸してもいいと思うし、もやし用でもいいし、洋風酒蒸しやね。めちゃくちゃ美味しいよ。糸よりあっちまに完売です、お刺身。いいね。どうこれ、舞茸は。舞茸の旨味がすごい出ててね。でも、ワインとクレイジーソルト絡みで、舞茸の旨味がすごい出てんの。いいね。じゃあ楽しみなのは塩トマト。おいしい。今トマト安かったよ。いっぱい買ってきてるけどね。トマト高いやんか。安くなったら嬉しいな。高いの買わん方がいいわ。トマト安くても、いや、トマトは買わん。高くても買わん。トマト美味しいもん。ゴディバは買わん。ゴディバ、ゴディバとトマトと関係ないよ。卵。人よりの卵の酒蒸しも美味しい。豚汁でね、ごまんましてるし、まあ美味しいけどね。豚汁どう、味？熱い。味を聞いたの？熱くてもわかる。悪くない。悪くない。ここがいい、味見てない、ね。
とうがいいだえいい味だし。え？ごぼういい味。ごぼうがいい味ですよ。ほんまや。熱っ。油がやっぱ多分ね冷め。めっちゃ美味しい。濃厚濃厚。うん。ごぼうのね風味がすごい出てね。これはさらしちゃダメな。もうごぼうはアクを出しまくって、そのアクをうまみ、アクの栄養を食べないといけない。ってあっちゃん思ってんね。これがほんまの豚汁のうまみちゃうかなってあっちゃん思うんだけど。それはないかもしれん。あんで。美味しいよでも。給食の方がいっちゃうまい。給食に負けたか。忘れてた。絶対それやって、おばちゃんの記憶が美化されてるだけやって。わけない、これ嘘やもん。これえ豚汁の、豚汁って感じやけど、これはちょっと嘘やな。化学調味料入れたそうなんね。化学調味料なんて言っていいやん。えだし多分あれや、本だしかなんかで、ハマチから取ったから天然だし、うん、見てくるね、おばちゃん豚汁の作り方教えてって。その家で作る一般の豚汁を教えたら、うちの豚汁はないよね。全然味ちゃう。おばちゃんとこの特別教えたるわ。熱いからね。なっきゅう間に帰って今。忙しい人だ。いいか。いいか。いいか。これ食べてみ、このお魚。なんで超おいしいよ。食わず嫌いなんだから。トマトはいらん。いらんの。おかわりは、豚汁おかわりはいらん。いらんの。あ、豚汁もらおうかな。もうめんどくさいから鍋も絶対言うと思って鍋持ってきてやって。よいしょ。はい、受けて。具はほとんどもうない、全部入れてしまった。よいしょ。はい、どうぞ。終わった終わった。ああ、それは美味しいわ。豚汁に七味。ポン酢かけても美味しいと思う、うん、これにね、うん、なんちゅうでもね、蒸したチンゲン菜が美味しい。チンゲン菜とかキノコとか、うん、玉ねぎもうまっ。ポン酢かけてみようか。ポン酢正解、うん、また顔、糸よりめっちゃ美味しかった。煮つけも美味しいかもわからんな。基本の煮つけを最初からしないというね。一個卵白いから白子かもんでた。両方とも卵やった。おいしい。舞茸がおいしいや。骨じゃなかった。骨の硬いとこか。
まだ冷めてない。ちょっともう味噌薄いかな。今回こんにゃく入れへんかった。こんにゃく入れてもいいねんけどね。量がこんにゃくも好きじゃないの。豊利台っていうぐらいやから、あらから、出汁は出そうな感じは。明日ちょっと、豊利台で、明日せへんか。明日ちょっといろんなこと、また金曜日か明日は、違うもの作ろう。いろいろとね、都合があるんです。いや、玉ねぎ美味しいな。あれもシャリです。あんまね、こうしたら美味しいんかちゃうかなって勝手に想像して作ってんけど、美味しかった。私失敗しないのでちょっとあっちゃんのレシピに新しいメニューがレシピができた。ワイン蒸し、これは応用効くよ。貝とかでも、貝とかでもいけると思うし、醤油で締めてもいいし、ポン酢で締めてもいいし、もちろんハーブソルトでもいいし、普通に普通の岩塩でもいいし、でお肉でもいいし、野菜だけでもいい。さつまいもなんかでもワイン蒸しして美味しいかもわからない。キノコワイン蒸しするだけで十分うまみが出るかもわからない。バターで味ね、濃く出してもいいと思うし、なんてもトマトワイン蒸ししてもいいと思うし、トマトワイン蒸しにして、で向こうにだし入れてスープにしても美味しいかもかな。パンで最後のねスープをすくって食べてもいいと思うし、いろいろ使うね。ご飯もうちょっと食べたかったな。まあ、もうあと一口でワイン蒸しのスープをねかけて、うまっこれは美味しいわ。ワイン蒸し最後のお皿を舐めたいぐらい美味しかったです。最高。あ、最高。うまい。豚汁食べなかった。やっぱり美味しい豚の切り落とし、油が美味しいわ。ちょっとあちゃんも七味を、豚汁に七味を入れると、お味が締まる。美味しいな。この切り落としは豚のロースとか、とんかつ用の皮
か豚しゃぶ用のお肉とかになる角の切り落としだと思うんだけど、めちゃくちゃいい豚だね、あそこの扱ってんの。高いねん、とんかつの豚とかも。だから多分あのすごいね、脂身が美味しいんやと思う。美味しい。うん、おいしい、おいしいけど豚さんから出た旨味がスープに出てるから、豚さん脂のお汁がめちゃくちゃおいしい、うん、でもね、作り方とかレシピとかそんなんじゃない、素材だちゃんもこれはこれはね、糸よりのお刺身が美味しかったもん、素材、糸よりのワイン蒸しが美味しかったのあっちゃんの腕マジこれ、うん、貝とかでやっても美味しいと思うから、ぜひぜひやってみてください、ワイン蒸し。ちなみに今日使ったワイン、白ワインも750ml 入ったのが1本ね、ペットボトルの安いやつだけど390円のワインです。安いワイン、お料理を料理酒の代わりに使ってね、飲んでんけどあんま旨味なかった、そんなに、まあ、まずくはないけど、わざわざ飲もうかなと思うほどの濃くなるワインじゃないんやけどね、うん、でもお料理に使えたらそれでいいかなと思って買ったんね。白ワイン結構お料理、白ワイン赤ワイン両方一緒やねんけど、ワインはお料理に使うんで結構ね、あっちゃん使う、安いのでいいやと思って、高いのもったいねんか。日本酒はお料理酒買ってくんねん、もう高いか、普通の日本酒高いやんか、飲むねと美味しいけどだから、うん、うん、お料理用の安いワインで、ワインお酒、そこもこだわったらまた美味しいものができると思うけどね、まだそこまであっちゃんは言ってません、はい、それはもっともっと収益が出てからです、はい、あら、素材、食材にはちょっとこだわろうかなと、もうね、お財布と相談でこれはダメやろうっていうのは容易感、さすがにやっぱりね、1尾1000円超えるお魚は悩むよ、2尾で3キュッパの糸よりやから買ったけど、これ1尾で798円やったかは、まだよ、ね、扱うお魚じゃないと思う。ほんと安い。庶民的なね、庶民的じゃ、うん、庶民が普通に行こうかなっていうだけで、うん、サメなんかでも特殊やって言うけど、結局1尾500円ぐらいやからね。だから行くけど。うん、高いお魚は用意きません。いつかね、何千円何万円でやつ行きたいね。あの17枚のカニ行きたいけど、ね、見た？すごいねあれね。旅費で200万ぐらいとかね。さすが大物。はい、ということで今日のあっちゃんのあっちゃん家の晩御飯、糸よりのお刺身じゃない、糸よりの湯引きと糸よりのワイン蒸し、めちゃくちゃ美味しかった、うん、もっと大きな糸より、いやタイとかでやった方が身が大きいからいいのかな、でも糸より身が甘いからすごく美味しかったのかもわからないしね、まあ他のお魚でも一回試してみたいと思います。で今回ちょっと盛り付け失敗してんけど、盛り付け手を抜かずにね、ちゃんとさ魚は一回取り出して、いやまあね、ホロホロになるのね、うん、まあでもね、ワイン蒸しは結構これからも使えると思うんで、また出てくると思います。はい、ということで今日のあっちゃん家の晩ご飯をね、終わりにしたいと思います。ごちそうさま。ということで今日のあっちゃん家の晩ご飯、糸よりの、湯引きと糸よりのワイン蒸しと豚汁、よかったよと思ってくれたら、高評価、コメント、チャンネル登録してこれからも見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。